停電明けに死んでる。工藤丸さんは直近3秒以内ですね。僕はバイタル見た状態で脇床さんしかデッドになってなく、エレキに入ったとこで発見。で、工藤丸さんは所定シャワーに下っていったはず。クルメイト。オッケー。スバラ。直したのはシュネさんかな。あ、よかった。ウィーウィー。ほら、みんなアドミン3って映ってます？アドミン3になってる。3になってる。ああ、じゃあ、よかった。またキッチン。死人でねえけど、ダウンロードすっか。まあこのまんま仮にバキウカさんにキルされたとしても、脇で洗っていけばおのずと答えは導かれる。こりゃさすがにノーですやな。あ、いいのいいです。おはようございます。初ターンの停電ってさ、昇降機右でおたけが停電直してんのこれ。一番最初勝ち合いました。悪道が貨物、あれサントスタケ私だ。あのターンだ。アーカイブ空き、アーカイブ空きでダウンロードです。あー、合ってる合ってる。あ、見てるよ。あ、オッケー。じゃあじゃあ、タケオクドウマルマットメイト否定。いいタイミングで来ちゃいましたね。あら、勝っちゃった。よく勝ち合うね。でも2人で直さないといけないっていう風にすれば直る時間遅くなるのでは。リアクターのように停電も2人で直せば。停電明けに死んでる。バキューカレポートこれ。はい。で、工藤丸さんは直近3秒以内ですね。僕はバイタル見た状態でバキューカさんしかデッドになってなく、エレキに入ったとこで発見。で、工藤丸さんもデッドなんで、もう3秒以内とか、工藤丸さんは。で、工藤丸さんは所定シャワーに下っていったはずって感じです。3秒以内だったら展望で見合った人が結構いたから、そこを無理。畑さこは一番無理、展望に一番最後まで残ってて無理で、他にも展望が、はい、俺が一応いました。さんと入れ違いで出ていきましたね。ああ、そうですね。まあでもエリキは届かなす、まあ、3秒の方は工藤丸さんが3秒以内です。ああ、そうそうそう。工藤丸さんは分かんない。工藤さん見てるよ。工藤さん、エンジンから上の方に行ってるよ。マジっすか。今俺がミーティングの階段登るぐらいまで、さっきサントさんとすれ違った後、キッチン、武器、コミュ、エンジン何もせずに宿舎まで抜けていって、ミーティングの階段登ってる途中なんですけど、工藤さん見てないですね。ん、キッチン、武器、コミュ、エンジン、うん、直近で展望で見合ってるって言ってませんでした。いやいや、直近は畑底、畑底を見てる。うん、あの俺が展望デッキでアップロードをしているときに、あ、七子さんだ。はい、サントスさんと畑底がやってきて、ちなみに展望デッキで手で直したのも俺、うんうん、で展望デッキであのアップロード終わらせて、最後エンジンのあの配線とこまで行っているような状態で、あのおまおじはどのタイミングで今その展望デッキから出ていたっていう話をしたのか全然分かんなかったんだけど、畑底くんと一緒に入った。それは停電中とかですね。
停電中に、一緒に入っていって治ったから出ていったらサントさんが出ていって、まあ入ってきた。ああ、じゃあかなり昔っすね、おまじさんの。それはそのタイミングやから。で俺シェリフです。うん、え、そうなんだ。で、はっちゃんの移動ってどうなってる？自分メインエレクトリカルセキュリティから、シャワーで高田さんとすれ違って昇降機のダウンロードアップロードをしようと思ったら通報です。3秒以内だったら、まあ、工藤さんがどこにいるかは分かんないけど、直近の死人だと僕は高田さんが最後の死人。エレクトリカルとセキュリティで結構な人数とすれ違いすぎてちょっと覚えてないんですけど、確かシウネ、バケユカ、サントスさんもいたかな。セキュリティだっけ。いました、いました。セキュリティありました。はい、合ってます。まあ、ちょっと古め。最終昇降機、あ、最初赤いブースね。昇降機右か。バケユカの死体って俺逆側から見てて6番にあるんだよ。あ、そうですね。そう。あ、高田さんも発見してるんですね。俺も発見、ちょっと通ってない。俺が気になったのは、そのサントスさんがおまじさん直近なら展望ら辺にいたけどっていうので弾こうとしてたから、さすがにちょっとガバガバすぎないかっていうのが気になるけど、まあおまじさんシェリフなら一旦いいか。ナイスボタン。ナイスナイス。富士宮って隠し城でいいかなと思ってます。一応扉開けたよね、だって。そうですね、開けて発見っす。そうだよね。貨物側から行って発見ってことですか。はい、貨物で停電勝ち合った上で、はいはい、あー、じゃあ、タスクして富士宮の、まあ、うん、とりあえずその6番、まあ、朝一が分かってるなら、うん、それに合わせ、うんうん、そっちの方が白がクソ出ると思うので、さっきの話を踏まえて、あのシェリフが偽だろうなんだろうと、あの本物なんだろうと、うん、おまおじと七子とサントスと畑迫まではそのエレクトリカの6番のキルには関われないって言って大丈夫です。うんうん、そうですね。竹雄さんと修二さんどこと、あ、ごあ、いいよ、はいいよ、さっきの七子さんどうぞ。あ、いや、それで今の研修の情報から宮ちゃんも無理なんでしょ。今無理だと思う。おにきと修二さんと、はい、エレクで大量の人とすれ違った後、メインシャワー、うん、メインに入ったタイミングで停電が来たのでシャワーアーカイブで昇降機の右側の扉を開けて入って、で下で誰か直したのかなって降りたけど誰もいなかったのを見てアーカイブシャワーって戻って高田さんとすれ違っている。じゃあはっちゃんとしゅうねさんって、いやいや俺しゅうねさんとすれ違ってないよ。そうですよね、すれ違いそうですよ、うん、だからでもね、いやしゅうねさんはねシャワーで俺は見てる、うん、見た後にはっちゃんとすれ違ってるのはあって、あ、で私はあのシャワー室の覚え芸に行ってるので、うん、多分はっちゃんが後からシャワーアーカイブって言ってるんですよね。いや俺高田さんと割とシャワー室の上の方ですれ違ってると思うからないと思うけどな。だってしゅうねさんとすれ違った後に高田さんとすれ違うってことでしょ。それんどういうこと。え、誰に言ってますか。いや順番は俺とすれ違った後にしゅうねさんとすれ違うかなって感じじゃなかった。あーですよね。あーだとしたら絶対俺しゅうねさんとはすれ違ってないから。で高田さんと覚え芸言ってますよ。その間に抜けてるはないですか、うん、高田さんとすれ違ったのがそのシャワーのこの L の分岐の上の方ですれ違ってる記憶があるので、その上でしゅうねさんとすれ違ってないとおかしいってことですよね。まあ、しゅうねさん陣外と見るんだと俺陣外まででいいですよ。しゅうねさんシャワーにいるの絶対いるから、うん、私も高田さんは白だと思ってる、うん、いやなんかちょっとはっちゃん言ってることおかしいなと思うけど、ね、マジか。これでしゅう8のローラーはのなんか変な状況。あ、じゃあ、いやいやいいと思うよ、ね、うん、いいと思う。しゅう8のローラーで違和感はないです、うん、まあさすがにはっちゃんの方が、ただ死人が高田さんからあるって言ってんのにそこに対抗しに行く意味はよくわからんけど、はい、クミサブナイスナイスナイス。高田さんってしゅうねさんどこで
シャワーのどこら辺で、どこだっけな、シャワーの縦通路かなんかその辺だったと思うけど、ね、多分ですけどシャワーの下ら辺で私お会いしてると思ってて、うん、そうね、下ら辺だと思う。おそらく高田さん覚え毛されませんでした？してる、うん、多分だから下で会ってる。で私はそのまま覚え毛に行ってるから、その間にはっちゃんが通ってるはありえると思う。であのでも縦通路っすよね俺、うん、上から降りてくる高田さんとすれ違った記憶なんですけど、それが違う？そもそもなんかあの辺ではすれ違ってはいると思うんだけど、うん、覚え毛から、まあ、はい、まあどっちみち俺が人外か俊さんが人外だと思ったら両方人外でいいですよ。はいはい、うん、で、うん、オニキは出てないのまだ、あれ話してない。でもなんかエンジンにいたって、最初にエレキ降りて結構人いて、うん、で、メイン上がってエンジンで、工藤さんと縦通路のところ、うん、まあ T 字のところ、逆 T 字のところですれ違って、うん、通信室に行ってる。えメインエンジン通ってるってこと、うん、あおたけ人外だと思う。じゃあえ俺も人外と思う、うん、俺とすれ違うのおかしいし、それっておたけ人外だわそれ。展望組3人しろでエレキ組3人しろで発注で対抗ってなったら、エレキ組3人しろっていうのは誰と誰くらいですか？2人か2人じゃん。あ藤高だですね。藤高で、はいはいはい、おまじさんの尻不審ならもう竹尾さんしか工藤さんできないって思っちゃってるんですけど、そう多分丸さんが直近っていう、うん、多分な、工藤はあのミーティングで死んでると思うね。で、鬼木は絶対に俺とすれ違わないとおかしい経路を今言ってるから。いやいやいや、そんなことないよ。急に。マットかなとも思ってるから。いや、それはわかる。まあ別に9人だから別にどっちでもいいんだけど、正直。ただ、多分、工藤さんが上に行ったっていう。はっちゃん死んでからかけない。はっちゃんからの。自身が言ってる。いや、鬼木でいいと思う。鬼木でいいんじゃない？鬼木で、じゃあ鬼木で、じゃあ鬼木から行こう。マットでも釣り毒だと思った。あ、そうだ、ごめん、あ、ごめんなさい、人数間違った。おまおじとの対抗だから、おにき。あ、ごめん、9人番目だったらそうだ。ごめん、ごめん、ごめん。シェリフです。ああ、シェリフ。シュネハッチャに関しては、うん、すれ違って、うん、なんかないだけだ。俺は両方ともそこの付近で見てるから、正直。そう、奥に行ってるからっていう可能性は十二分にあると思う。だけど、ハッチャが突っかかってるから、うん、ってことだね。再度記憶します。赤赤青、うん、あバイタル見たけばよかった。そんなバイタル見たっけ俺、そんな見てないよ。8人じゃ道連れはないと。いやん、まあまあ普通にね、普通8。見てない。見てない。あ、マットじゃないね、竹尾さん。じゃあ。あ、マットじゃないんだ。釣りと、うん、あ、こっちもマットだと思って。じゃあ、工藤さん側だと思う。が、竹尾さん。解決でいいんじゃない？一旦解決でいいと思う。で、左直してくれたのは剣士？はたさこです。あ、はたさこか。うん、それ見てた。で、それを見て、ぬーんのって、俺が右直した。はいはいはい。うん。ってなってる。うん。七子さんは左で多分縫いに行きましたっけ。いたいたいた。で、うんうん、最後もうはしごの下まで行けてるから、もし藤宮が滑り込んできてたらどうしても切れる位置じゃない。まあ左で藤宮さんが見られてなかったら七子さんかなり厳しそうという印象。そうだよね。うん。でもリアクター右に到達していってる流れが七子湯で一緒に行ってるから、宮ちゃんがリアクター右に。あ、それはね、うん、ないですね。はっちゃんから否定が入ります。初号機右に最後はっちゃん周年おまおじで見合ってるので、はっちゃん目線周年はキルできない、うん、今回、うん、へえ、なるほどね、うん、となると鬼気インポスター読みだったら周年は白ですよね。うんうん、もうサントスさんぐらい、サントス、いや私、いや2キルの時無理、2キルの時無理よ。周年さんはっちゃんはキルできる位置なんだっけ、今のキル、宮ちゃんのキル。周年はできない。はっちゃんは分からない。最後駆け込んできただけだから。うん、うん、そうですね。藤宮さんの死人がそもそもないから感じ？なさそうですね。うん。いや自分目線、周年、高田、藤宮のどっかに二人がいんのかなとかって思ってたから。
竹尾さんどうしてんじゃないですか。周根さん難しい。あ、じゃあ、化け岡さん切るの話ですね。工藤さんはちょっと、うんうん、まあ、竹尾さんってことで。ですよね、そういうノリですよね、今。あ、だったら、このターン、またそこから俺に白出ない寝ますね。もう、おまたかじゃないと無理ですね。そう。だった場合は、おまわじさんがめっちゃ早くから乗っ取ってるパターンあるから、あんまないかなと思うから。俺が乗っ取ってる場合は、俺がインポスターでしかないから、だからもう、直してるから、ね、今。じゃあ、脇と経路聞いてもいいですか。脇メインホール、3人ぐらいで湧いて、1回セキュリティのアップロードタスクした後に、そのまま、今、最終、上に登って、はい、エレキメインシャバー。スキップでいいですか。はい。はい。と思いますよ。あ、意思表でハッチャに出てるけど。はい。はい、マジック。お。よいしょ。さすがに釣られちゃうかな。あ、なんか楽しいこと起きてそう。あ、普通に切った。おお。おお。はい。はい。エンジンの真ん中、給油タスクを通路側からやろうとした感じの位置でお亡くなりです。給油タスク。高砂くんが白やね、確実に。あ、本当ですか。高田さん白だと思います。ミーティングで見てます。うん、鬼気でインポスター落ちだったら高田さんとか周根とか、うん。白よりた。ただ高田さんはさっきおまわじさんが新前提ならもう高田さんはキルできない。うん、てかこのキルもできないから。まあ、え、神様なってない。なってないっす、ね、なってない、うん、なってないっす。あっちゃんサンタス釣れんじゃないと。僕ボタンあるんで、うん、いけますよ。ローラ飲めます。え、高田さんから私の白出ないの。あれ、サントスってどっかであったっけ。石油であったじゃないですか、テープテスクしてるときに。あ、いや見えてなかったか。あ、そか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 、タスクしてるからあ、でもそこにいるのか。でもテープの 上側からやってましたよね。上側からやってた。うん、ほら白出るじゃないですかあってはいい。8通して、うん、私、うん、っていうか8ちゃんだと思うけど、まあ俺目線3通3しかいないっすね。じゃあね、終わんなかった時、お、あ、まあ大丈夫っしょ、うん、これで終わったか。終わりじゃないいや、これで、ま、マットメイトがかばいませんでした。マットメイトがいて、それ釣ってすごいね、インポスターで初手からぶん殴り合い、勇気いるね。なかなかなるよ。